ふーん、どこでもやってるのね、こういうこと。あれ、マキさん。しずく、何してるのよ、こんなところで。これから同好会のみんなと次のライブの打ち合わせなんです。マキさんは何かを見ていらしたようですが。ああ、これよ。これは海水浴場のイベントポスター。ビーチバレーにスイカ割り、楽しそうですね。マキさん行かれるんですか？あいにくこの日は別の予定が入ってるの。ただなんとなくこの前行った水上アスレチックのイベントを思い出したから見てただけ。あの時は本当に楽しかったです。皆さんとかき氷をかけた勝負までできるなんて、あんな遊び方は初めてでした。私も初めてだったわ。水上アスレチックはあんな追い立てられるみたいに走り回るなんて、分かってたら誰にも行こうなんて言わなかったわ。そんなこと言って、マキさんだって楽しかったでしょ、滑り台で。ああ、最後のアトラクションじゃなくて途中にあった方ですが、滑るときとっても楽しそうに声を上げていらしたじゃありませんか。な、見てたの？いえ、見てはいません。でも声は聞こえましたよ、ヤッホーって。ああ、言ってない。私がそんなこと言うわけないでしょ、聞き間違いよ。そうですか、まあそういうことにしておきましょう。けど本当に楽しかったです。また皆さんとああしてどこかに遊びに行きたいですね。じゃあこの海水浴場のイベント行ってくれば、虹学の人たちでも誘って。そうしたいのは山々なのですが、実は私もこの日は予定が。それにできればミューズやアクアの皆さんとも一緒がいいです。今度こそ全員で。全員、想像しさで海かダイヤあたりの胃に穴が開くかもしれないわね。でも一回くらいならみんな集まって遊びに行くのも悪くないんじゃない？マキさん、私これからは皆さんと参加できそうなイベントチェックしていこうと思います。そう、頑張って。私も気が向いたら探してみるわ。ミューズとアクアと虹学、全員で遊べるチャンス。